自分がもらえる給料って20万円くらいだなとか感じたことありませんか？運が関係する金融上昇チャンネルの高見です。高見3冊の書籍、寝るだけで運が来るのお守りの法則が発売されています。書店購入キャンペーンでは2024年高見おすすめの神社都道府県別トップ3、 Amazon レビューキャンペーンでは高見秘密のナイトルーティンをプレゼントしています。詳しくは概要欄もチェックしてみてくださいね。さて、6日間続くキッチンスラッシュも、いよいよ25日のキリン日で最後となります。締めとなる最終日は、自分の持つ機運の器を大きく頑丈なものへと作り変える、キリン日。自分の器以上のお金は持っておくことができないですし、器に穴が開いていたら漏れていってしまいますので、高額な倫理収入など、大きなお金が入ってきても、器からはみ出してしまう分は、臨時出費やすぐに使ってしまうことなどが起こり、なくなってしまいます。また、自分から得られる収入って、だいたいこれくらいなんだろうと感じる金額も、機運の器の金額であることも多いです。自分の経歴と照らし合わせて、自分がもらえる給料って20万円くらいだなとか感じたことありませんか？それはお金のブロックでもあるんですが、自分の機運の器を感じ取っているんですね。転職の時などは経歴や条件でこれぐらいの金額かなとかリアルな数字を考えますが、そうでない時はこれぐらいの金額だろうって感じるのが持っているお金の器の確認する目安になります。自分自身の機運の器を定期的に見直して大きくしていくというのは金運アップではとても大切なんですね。大きなお金が入ってきた時、あっという間に使ってしまったとか、少しずつ使ったけど結局なくなってしまったという場合は、倫理収入が入る前の定期収入が自分自身の持つ金運の器の金額だということがわかります。桃鉄だと最初の年は1000万円の器になります。2年目以降は収入が器の金額となり、上がり下がりはありますが、だんだんと器は大きくなってきます。そんなイメージで自分自身の機運の器を育てて大きくしていくといいんですね。ちょっと分かりにくかったらすいません。機運を高める吉日も大切なんですが、両輪でキリン日のような自分のもとにお金が残り増えていくような吉日もどちらも大切なんです。機運の器が大きくなった方には、それまでは手取りで20万円ちょっとが自分の経歴としては妥当かなと思っていたけど、だんだん機運の器が大きくなっていき、もうちょっとお給料が高くてもいいような気がしてきて、しっくり来ない気持ちになったそうです。そんな時に昔、性格診断か何かするために登録した転職サイトからスカウトのメールが来て、それまでの3倍の金額のお給料のオファーがあったそうです。そこで自分の仕事は3倍の金額の価値があったんだと気づいて転職して、年収が3倍になったそうです。キリン日のアクションで収入の器を大きくしていったら、予想外のところから収入がアップするということが起こるようになっていきます。キチスラッシュで金運を高めた方も多いと思いますので、25日のキリン日はどんなアクションをすると金運の差が大きくなるかをお伝えしていきますね。まずはじめに龍神様のつながり場を極めるT社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、キリン日のキリンは、動物園にいる、あのキリンさんの方ではなくて、キリンビールのラベルになっている、幻の随従のキリンとなります。中国では、キリンは、富と繁栄を象徴する生き物として、位置づけられていて、幸せや豊かさをもたらしてくれる存在とされていました。キリン日にアクションをすると、お金に関して、幸運なことを連れてきてくれる吉日なんですね。また金運の器の穴などを補修してくれることから、キリン日にアクションをした方から倫理収入を引き寄せているというお声が結構多くて、空箱から4000円出てきたという方、時給アップのお知らせがやってきたという方、18万円が入ってきたという方、いろんな金運体験をしている方が多いです。そんなキリン日にどんな過ごし方をするといいのかなんですが、まず一つ目、
許可します宣言です。これは何のことだか意味がわからないですよね。冒頭でも少しお話をしましたが、収入の金額って自分自身の中で許可が下りている金額までしか上がらないと言われています。夢や目標に月収100万とか月収1000万円って書いたり本気で思っていたとしても、潜在意識の中の自分がそんなにできるはずがないと思っていたり、一般的な相場から自分に稼げるのは月30万円くらいが限界だろうって思ってると、それが潜在意識の設定となり、自分が稼げる収入は30万円までと限界が決まってしまうんです。どんなにいい話やチャンスがやってきても、認められることがあったとしても、無意識で30万円以上受け取ってはダメだ、設定と整合性が取れなくなるからこの話は進めてはダメだって潜在意識が阻止するようになって、すごいチャンスがやってきてどうしても掴みたいと望んでいるのに、無意識で破談にするようなアクションをしてしまうんですね。お金以外でもなんとなく自分でダメにしてしまうような行動をしたことがあるなって方いらっしゃいませんか？それぐらい潜在意識の力って強力で、もし自分の中にこれぐらいの収入が限界と思う金額があったら、限界以上のお金は入ってきてはすり抜けていってしまうんです。キリンリスのアクションをするとともに、自分自身の限界を取っ払うアクションをすることで、入ってくる金額を大きくすることができます。自分自身の理想の収入の金額を思い浮かべ、私は〇〇円受け取ってもいい、私は私に〇〇万円稼ぐことを許可しますと許可します宣言をすることで、限界の数字を取っ払っていきます。もし宣言してみて心がざわざわするような居心地の悪い感覚や重たい感覚があったら、許可が下りていないサインで、繰り返し行うことで限界の金額が塗り替わっていきますよ。二つ目は、午前11時までに夜間でお湯を3分以上煮出させるです。キリンリスの定番のアクションですが、お家に夜間がない家庭も多いと思いますので、ない場合はお鍋などでも代用して大丈夫です。キリンリスのエネルギーが湯気となり、家中に広がっていくアクションになります。もしも出先なので11時までにお湯を沸かすのは難しいという場合は、熱湯で入れたコーヒーやお茶、お茶湯などをゆっくりと飲むことでも大丈夫です。お家にいる場合は3分以上お湯を煮出させた後にお茶やコーヒーを飲んで、ゆっくりとした時間を過ごすのもいいですね。ちょうど前歴では豊かさを夢見ることでお金が巡る青い夜の日となり、青い夜のラッキーアイテムにジャスミンティーがあります。ジャスミンティーにすることで青い夜の金アクションも同時にできますから、お好きな方はジャスミンティーもおすすめです。3つ目はキリンを見るです。キリンが金運の層を大きくしてくれますので、キリンを見るのもいい日となります。竜や鳳凰さんが好きな方も多いと思いますが、獅子には東に青龍、南に朱雀、西に白虎、北に玄武、4種類の霊獣が四方を守っています。そしてその中心に存在するのがキリンで、古代中国では皇帝の象徴と言われていました。龍も皇帝の象徴と言われていますが、獅子獣の考えでは中心がキリンになります。それぐらい格の高い存在で縁起がいいです。ちょうど今は土用の期間にあたり、土の神様の触りが出やすい時期になります。キリンは土を司る随獣ですので、土用の触りを遠ざける守り神になってくれます。キリンは一年中縁起がいい存在なんですが、25日は特に金運のお守りになるため、強運遠ざけるお守りにもなります。キリンの画像や置物などを見ることも、キリンのご加護を増すアクションになります。吉日ラッシュ締めの吉日になりますので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタガミーの運気予報サロンができました。要注意方位や要注意エトなど、今日を避け吉を貯める情報やクローズドのイベントなど開催しています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。
それでは、次回の動画でお会いしましょう。